久米の里ガンダムとは、岡山県津山市の道の駅、久米の里に展示されているゼータガンダム、久米町在住の中本翔一氏が、自ら制作したもので、機体は、構成、外装は繊維強化プラスチック、脚部は、動かせるように油圧シリンダーが組み込まれている。約7年の制作期間を経て、1999年12月に完成。サイズは3分の1スケール、全高 7.0 メートル、重量2トン、全幅 3.5 メートル、乗員1名が乗り込むことができるのが特徴。